ここ。綺麗ね。これ、しおんちゃんが育てたの？うん。フェブがね、種をくれたの。あのね、もっともっといっぱいお花を咲かせるの。そしたら、きっと母さんも喜んでくれるから。そうね。きっと喜んでくれるわ。さあ、兵隊さんのお花を選びましょうか。仕事を放棄して、こんなところで保育士の真似事ですか？ウィニコットさん、これも仕事です。それは失礼。しかし悠長なものですね。こんな時だというのに造園とは。こんな時だからこそですよ。戦争という不自然な状況に対して想像という行為で抗うことのどこがいけないんですか？互いの存在をかけて戦うのは人の本質であり業だ。それに抗おうとする方が不自然なんですよ。ケビン・ウィニコットさんでしたよね。おかしな人だな。そんなに僕の名前が変ですか？あなた本当にケビンさんなんですか？もう行こうよ。うん、教会に行こうね。失礼します。